拝殿手洗い所長天満宮は、広島県広島市東区にある神社。広島における代表的な天満宮の一つであり、現存する被爆建物の一つ。大名討の命、正名彦行命命、そして菅原道真を合祀する。鳥居と、神奈川門をくぐると、本殿、拝殿などの社殿がある。この神社があるに葉山周辺は、 広島城の鬼門にあたることから追記以降様々な神社仏閣が並んでいる。その中で、双葉山山六七福神巡りとして七つの神社仏閣境内に七福神が祀られており、このお長天マグルは樹老神にあたり、像がある。縁起元年、菅原道真が大宰府に左遷される道中、お長山六に船を寄せ山を登り休憩を取った。 山中のその地に村民が祠を建て、道真を祀ったのが、お長天間宮の始まりとされている。旧安二年、平の清盛が、秋守に任ぜられると、五福島神社や温度の瀬戸などが整備された。ある日清盛は、この山の峰に入った時に天候が雷を伴う、暴風雨と、絶体絶命の状況となり、菅原道真に祈ると不思議と天は、晴れ渡り、 九死に一生を得た。清盛は感謝しこの地を、官大臣の峰と名付け、その誇らに社殿を創建したと伝えられている。以降、この地を治めた、秋武田氏毛利氏福島氏により再建された。江戸時代初期、広島藩浅野氏初代藩主、浅野長明が京から連合し、松尾忠政を招いた。その、忠正の霊夢により、山中にあった神社を、 現在地に移転、寛永17年に、本殿、拝殿、神流門、石鳥居などを建立し、なお、尾長天神宮と称するようになる。以降、朝野市により、芸美の祈願書として崇められた。また当時は、この山下に、前安石泉庭もあった。明治以降、神仏分離により、現在の尾長天間宮と称するようになった。 1926年9月の集中豪雨で社殿が流出、1935年二月神社境内にあった、商魂社を移設し本殿及び廃殿とした。また、明治以降この地の南には、東連平城が広がり、旧陸軍の施設があり、太平洋戦争中は、旧陸軍部隊が駐屯していた。 1945年8月6日広島市への原子爆弾投下により爆心地から約 2.60km の位置で被爆した。この際車殿は爆風により倒壊したが消失は免れた。南にあった東連平城には多くの被爆者が避難してきた。翌7日にはここの下の連平城敷地内に救護所が設置され、その中で重傷者は 国前寺の旧御所へ運び込まれた。戦後、1947年に、社殿は修復された。お長野由来太宰原天満宮西久天満町の天満宮中区中島町の天満神社。ありがとうございます。